のを見てものすごくびっくりしました。そんなもんもサンバとかサッカーのイメージだったからびっくりしました、はいはい、私はそもそもあの外国が本当に初めてなので、なんだろう、ブラジルの中に日本みたいな、日本があってびっくりしたみたいな感じで、感じでした。でもなんかすごい親しみやすくって、みんな優しくって、もうブラジル最高って思いました。初めての外国がブラジルで本当に良かったと思います。自体は3年なんですけど、本格的に指導したのは1年です。作品愛のある写真をたくさん Twitter や Instagram にアップして見てもらえるようにしました。坂が多すぎる、はい、坂が多すぎる。車でやったらもうグイグイジェットコースターみたい。トイレ日本だとペーパーは長すぎて、チーズパンもっちもちで美味しかったです。食べられる、生のジュースとか、あと豆のしょっぱく煮たものとか、あと牛のテールの中にトマト煮みたいなやつとか、なんだろう、フィジュアーカとかシュラスコとか、美味しかったです。あとブラジルは基本に味付けが美味しいです。日本はフルーツがすごく高いので、はい、フレッシュのジュースなんて、ものすごく高級店とかじゃないと飲めないです。今後声優としてもう世界で通じるような声優になりたいと思っているので、私はその和服の文化と一緒にそのアニメ文化を広めていけたらなと思って来ているので、自分が将来やりたいことに今回のことは人生のターニングポイントだと思ってます。ブラジルに来れたことは、私は今まで普通のなんか素人なので、こういうなんだろう、コスプレアニメ系のなんだろう、もう自分が好きなもののが初めてなんですね。今回こういうことがこういう仕事をできこういうふうに公式レポーターに選んでいただいて、私のなんだろう、コスプレとかをのなんか例えばそのうちコスプレの豆知識とかいろいろ例えばウィッグとかメイクとかのコツとか、そういうものを広めていけたらいいなと思います。たくさんの人に写真を見てもらいたいです。日本ではないですよね。私は特に今までいろいろ日本のコスプレイベントいっぱい行ってますけど、特になかったです。でもあるっていう話は聞きます。でも日本はそのスキンシップの感情が全然違うので、ブラジルのものと、はい、だからそういう事件が起きる、そういうことが起きるわけですね、はい、日本ではなんだろう、スキンシップは別の感情のことがあるんですけど、なんだろう、ブラジルでは仲良くしようみたいな感じですけど、日本だとちょっと違う、例えばセクハラっていうかそういう側面があったりする場合が多いんですよ。恥ずかしがるっていうことなので、そういう人を褒めたり好きだって思ったものを好きだって言える、その文化みたいなものは持って帰りたいなって思いますし、そのカーニバル そのすごいかっこいいグラマとかスワッグショーみたいなのは日本じゃ絶対見られないので、ちょっと目に焼き付けたかったなと、本当に見たかったなって思いました。この近くにカーニバルの学校が2つありますよ、近くに。学校、はい、スクール。そこじゃあ、そこに行ったらしいかな。私はブラジルに来て街並みがすごい可愛い、綺麗だなって
思いました。すごいコスプレとかにも合いそうだし、なんだろう、写真に撮ったらすごい綺麗だから、なんかいいなって思いました。美しいとはやっぱ街並みとか人の、あとは人の優しさがすごい、あした行動とかめっちゃなんかフレンドリーだし、はい、なんか包容力がある。でも容易とかはそういうのはあんまり、容易姿とかその髪が長いとか褐色がとか、そう褐色の髪長いのも日本でもいる、はい、から、うん、そこはそこまで、そこはあんまり、うん、